唐状とは中国の駄菓子またはスナック菓子。英語圏ではスパイシースティックやスパイシーストリップとも呼称される。主な原料は小麦粉と唐辛子で水、塩、砂糖、着色料などを小麦粉に加えた後高温にして押し出し成形し唐辛子や保存料などの調味料と混ぜ合わせて製造される。唐状の製造大手は北の栄流。 南の玉砲と呼ばれる二大メーカーが有名であるが、零細企業のものにおいては、油の品質、コチニール色素などの食品添加物や衛生面での危険性があるとされる。唐城は湖南省平屋県の料理を起源とする。最初は麺筋と呼ばれるグルテンミートに近いものだったが、そのゴマーラーと呼ばれる味付けをつけるようになった。唐城は、 マーラーをつけて揚げていない小麦粉から製造される。平江ではそれまで、唐状の材料となる、粉末調味料、辛味調味料、辛味豆腐などを作ってきた歴史があった。1998年、湖南省で大規模な洪水災害が発生し、農業に深刻な打撃を受けた。調味料の主原料である大豆は、生産量が大幅に減少し、調味料業界は、 壊滅的な打撃を受けた。生活のために、農家は緊急に対策を必要としたため、地元出身の旧平江、利武氏の、及び小経元の3名は、小麦粉の代わりに、大豆粉を単軸押し出し器に投入、唐辛子、唐辛子、クミン、砂糖、塩、植物油、その他の調味料を加えて、唐状を発明した。唐状は1990年の登場後、 すぐに中国全土で人気を博した。当初は小さな商店で販売され、その後大手のスーパーマーケットなどでも販売されるようになった。2016年2月、BBC は中国の旧正月に関する三部構成のドキュメンタリーを放映した。唐城の大手メーカーである、英流食品の製造マネージャーであるビン,ゼンは・ゼは番組内で、 需要が爆発的に増加する2011年までは商品を一つ一つで作業で放送していた。現在は毎年6億元相当の空状を製造し約2000人の雇用を生み出している。製品の約20%は国内市場で販売され残りは海外に輸出される。と語っている。中国中央テレビの3.15開幕口という番組において 海風知覧港県上観光工場村にある、燃ン食品の殻状、エビタンの製造過程で、機械からにじみ出るグリースの粉塵が混入している、ことが明らかにされた。また、エビタンとは、エビと卵を意味し、パッケージにもこれらの絵が印刷されているにもかかわらず、エビと卵は使用されていなかった。さらには、材料となる10以上の添加物は、 工場の地面に無造作に放置されていた。湖北省食品医薬品局は、食品添加物の国内基準案に従って、ソルビン酸とディヒドロサク酸は、小麦粉製品の味付けに適さず、これらを使用したカラジは食用に適さないと、呼びかけている。2019年5月14日、中華人民共和国の国家健康委員会は、食品安全のための食品添加物の、 国家基準案を発表した。これにより、食品添加物に関する国と省の規制基準の対立が露呈した。河南省では、唐ョ製品を認定されているが、他省では認定されていない。唐状 SNS において、一つの唐ョを味わって、落ち着く。唐ョを持っていると、誰とでも友達になれる。100パックの唐ョを買った私は、豊かでわがままだ。など、 カラ城に関するキャッチフレーズがある。ありがとうございます。